さあレジャー元さん、さあまあ今のところは 1,2,3,4 やはり、キスはチームが優勢な状態ですね今のところは。あっと変なのがいるよ、やばい、真ん中に力強いキャラがこの画面でちょっと恐怖も感じるこの威圧感がやばいですよねそうそういるわーっつってなんかいるっつってさあ先方は裏クリ対、ビリー、裏ビリーですね。さあまずはスズメポイント、お早い、さあやはりクリスは結構早い動きなのでいなすのも大変だと思いますが、ああもったいない、はい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 、さあなんだかんだ体力の削り合い、バスケ部さん側が点滅状態、発動フォローが効きましたね、マイビーから。そうですね、あれ中断なんですよね、中断ですね、はい、発動するとちょっと離れて、なるほどなるほど、隙も消えると。さあ盛り返してきたか、あっと届かない、あかんな、うわっ、あどうするか、バカード、あだあ、かくらなかった、まああそこね、ちょっと怖いっすねあの位置は確かに超火炎旋風痕あれ前転しづらいよな、ちょっと下がれれば相模2で勝てるんですけど、ああなるほど、はい、もうドミッチャク確かにもう手出したら触っちゃう位置ですもんね、はい、蹴りが出る瞬間に燃える可能性もあるさあ出ましたブライアン、おお来た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 今日も元気がいい、まあ、しかし画面端に行ってしまったが、さあこのやはりチャンスは逃したくないか、ダーキャンで押し込んでいく、つながって、さあ一旦中央へ、うん、あのステップが怖いですよねああ足払いを打ち砕いて、あ見えない、厳しい、今のあれ QHM はあれですよね、なんか動くなとかを、はいはい、あの駒投げで返したりできないんですよね、今言おうとしました、あーなるほど、はい、これ今疑似連続技で繋がってないですよ、あそうなんですか、あ一緒です、えこのゲームも返せるんですか、結構、まあ、返せ一部のキャラ返せて、なるほどなるほど、消費投げとかで、あやっぱ返せるんですね、はい、キャラによってちょっとバグみたいなんですけど、あなるほどなるほど、あ動くなは返せないんだ、ブライアンの今の技、なるほどなるほど、はい、あれは返せるんですね、投げ技やったやつとお互い空振って、あ、はいはい、投げを仕掛けた方が先に動けるとか、なるほど、はい、結構、まあ、なかなかお目にかかれないですけど、うん、はい、まあそうですね、あれを選ぶことが少ないですもんね、そうですね、さあ画面に戻るとレジャモト側が、早く死ね早く死ね早く死んでほしい、まだ生きている、ガーキャンで残って、危ない、うわあ、ダメだよそこ、あ、ま、飛んでくるからあの最後クラッシュ、危ない危ない、あ怖い怖い、さあクラウザー対ラッキーの対照戦、さあ開幕仕掛けていったのはレジャー元クラウザー、逃げて、うん、さあどうなっていくか、わあ、おおもむろに投げる、C投げ、この距離感、あぶね、怖い怖い、あ痛い、キャー痛い、厳しい、近づけない、あさあ入りづらい、あおっと駒投げを避けて、ここはチャンスか、仕掛ける、ああああうわ冷てえ
最後詰めて、バスケ部のバスケ、ボール使わない、確かにボールいらないなるから危ない危ないよはい、で末さんですね、ワンピゴは、ああまあいいでしょう、あのハゲのおっさんよりはいいでしょう。あれ、おバスケ部さんは引っ込めましたね、ブライアンを、うん、相手のキャラ多分、あビッグいるからブライアンにしようとかそういうノリじゃないのかさあ裏ロバ対裏ビリ、はい投げ、おうまい、切れている。さあロバートのこの固めも強力ですが、先を読んでいるか、あーっと、さあしかし開幕のリードで生産が若干優勢、はい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 、さあ冷たい、届かない、あーあーまたもや、あ投げる、さあバスケさんも負けてはいない、さあ避けて近づいてくる、さあ体力的にはいい分か、おお当たって、おおいい勝負だな。さあ末さんが取って2番手ラッキー、歩いてくる、会いたい、あまあ確かに生産はあとはぶっ込むだけみたいな感じではあるか、あしかし遊撃権を抜けてくる、このキャラ牽制が本当強いですよね、そうですね、本当なんかいいキャラだな。さあここで表売り、さあ一気に亀味、はい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 、行こう行こう行こう、あーあれよ、安く済んだが、はい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 、これをさっきエイジにやればよかったんですね、あーなるほどなるほど、はい、さあ位置が入れ替わって、あー危ない、やっぱりこいつ知らねえなっつってラッキー使いやがったなさあしかし入ってくれば、はいはいはい、はい、見ている、すごい今の、魔法のパンチ、あ我慢する、うわあ消費投げ走って、あーあーうわあ死ね、あ死ね、おおなんといういい勝負、おお何これすげえいい勝負なんだけど、やばいな、ゲージを残した、はい、投げ通して、うう、さあバスケルさんもゲージを貯めて、キャラによって作兵攻撃の性能が全然違くて、あ、はいはい、バイスの作兵攻撃の性能がもう上位ですね、あそうなんですね、最強レベルみたいな、はい、さあ届かない、あっと危ない、あー T 投げ端中段ガード、うまい、一発うまいな、さあガードを固めて、はあ、くわっ、あ危ない、ああ刺さる、あああ危ない、この空中ガードから投げ返されて、くわっ、あー苦しい、スケブさん強い、やばいよもう残りが、ラスボス、ラスボスかな、はいはい、あ、ラスボスもう一人いるラスボス二人ってやばいなさあ、先に行くのはニャンパス、ワンピーガワキャットさんですね、さああれ、今日ってどういう名前出てましたっけ、レジャーモトさんでしたっけ、はい、レジャーモト、レジャーモトマーク2ですね、はい、レジャーモトマーク2さんがマイクにはい、コサングです、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあ、これはさあ、猫さんは
お強めですね、かなりかなり強めですね。さあ裏寄りが入っている。やっぱアドバンスだとこういうキャラ構成に、あー確かに確かになりますよね、大体。そうですね、なんか最近やってる M ダッシュとかも、そうですね、まあ、このキャラと頭まあイオリとかですね、イオリとかになりますよね。そうですね、はい、さあいきなりでかいのが入って、さあもうすでに画面入って、もうこうなるとなんかもうエイジは厳しいか。さあ、ね、逃げて、なんかエイジでこう自分のこういい距離を保ってるときすごい強いですけど、なんかやっぱ絡まれるとちょっと大変ですよね。絡まれるとかなり厳しいですよね、はい、特にウラクリスとかはもう絡まれてしまうと、もうどうすればいいんだっていう。そうですね、ただこういう間合いを取ってしまうとやりやすくなりますね。そうですね、はい、これでもどうなんだろうな、どっちが有利なのか俺にはよくわからないですね。あ、このゲーム難しいですよね。なんか順番とかはまあもちろんのこと、モードとかもあって、ね、はいはい、どっちがっていうのは本当に難しいですね。難しいですね。さあでもこうなっちゃうとかなりエイジは厳しい。さあ押してって、おお、しっかり暴れを潰して、こうなると厳しいですね。さあビリー、これも厳しいと思うんですよね、ビリー側が。そうですね、やはりビリーの特徴としてなんかこうやっぱりリードを保っているときはいなしやすいと思うんですけど、そうですよね、この状況はやはり行かなきゃいけない部分があるので、そうですよね、ここが大変ですね、はい、やっぱあとかぶせられるとかなりきついかな、はい、そうですね、はい、エイジ同様。危ない、じゃあバシエさんもうダメだと、あ、やばいと、もうちょい頑張れ、あー、いやー強い、強すぎるだろ、冷静ですね。さあ最後はラッキー、さあこれも確かに、なんか全部このかぶせに弱い、やはり厳しそうなイメージがありますが、あ、まあそれはあっての裏クリスなのかもしれないですね。なるほど、さあ一発返して、さあボールで牽制、さあボールうわ厳しい、入られるときついか、うわー、うまいな、あしかし着実にダメージを重ねている。さあおさあ次は裏ユリ、これもなんか末さんやってましたけど、あの例のコパンがきつそうですね、絡まれて、ね、相当きついですね、もうこれ本当にこれだけやられるだけで何もできないですからね、本当。そうですね、コパンがいつ止まるのか、どういう間合いで打ってくるのかとか、そうですね、多分3発目ぐらいまで我慢しなきゃいけないんじゃないですかね。そうですね、はい、でいつ飛んでくるか、足払いが飛んでくるか、中段が飛んでくるか分かんないですよね。そうですね、でもう低空ジャンプがかなりきついんで、あ、そうですね、はい、これどうすんのよって話ですよね、本当。おおおおおっと、さあいい流れか、おおでかい、逆転に向けて、うわあこれはでかい、痛い、1回でひっくり返る、ああやばい、宗司さんだ、残念よ、すごいわ、さあ聞きました、今喋ってくれた小三さんこと、レジャモトマーク2さんがスーピーガーです。さあこれで 1P アドバンストが大将 M を残すのみで、エキストラはのぞみさんとエサヤルさんとハスミさんがいるとた状況。さあやはりまだまだエキストラチームが優勢な状態ですね。で先方がイオリ対キング、さあこれもまあイオリが若干優位に見えますが、お、すごい、
まあ、表キングであればノーゲージ対空もあるので、まあ、全然戦えるレベルではないかと思うんですが、どうなっていくか。あーリードはレジャーモトマックス。さあバイスブッシュの闇バラ引っかかって、さあ絶妙なスカシゲだ。さあここで投げを通して、なるほど発動で隙も消していく。さあうまい、おおジャンシー、水ジャンシー、なかなかレアなやはり使い手ですね。ジャンプ D とかを選びそうな場面ですが、さあここはかくらない。さあまだレジャーモートマーク2落ち着いている。さあこう手に投げ、おお、さあどんどんダメージを奪っていく。さあニャンパスピンチか。さあまだ耐えている。あ一応取ってジャンビーからガーキャン。さあこれはだいぶクラウザーが削れましたね。さあワンピーサイドもどよめいている。そして同キャラ、さあキャッツさん側もちょっとゲージも体力も足りない状態か。ブリッツボール空中くらいからジャンプ飛ばし投げ外して、さあしかしこの組み合わせうまい。さあこれは BC 同時落ちで出すぞ、これが当たるんですね。うわー一気に逆転、これはこれは今度は 2P がドヨドヨし始めた。これは苦しい、精神的にも来るやられ方をしてしまいましたね。さあ耐えられるか。さあジャンビー対空がやはり強い。そして吹っ飛ばし、あー危ない、くー、あまりも許されない、苦しい、なんだなんだ、なにこれなにこれ、苦しい、ついえこれが 98UM クラウザー、強すぎる。さあ来ましたのぞみさん、さあもうこっからはというかもうかなり前からですが、かなりガチなメンツが残ってますね。さあマリー裏キングかな。さあキャットさん側はまあ盤石の構成ですね。まあ、02M でいうとやはり経過スネムみたいなこの構成。あのさみさんもクリスで、先方戦がイオリ対、マリー。さあこれも結構イオリにいけると聞いたことがある気がする。イオリが青いバナを振ってしまうとね、スライサーの発生が早く確定を捉えたり、いろいろイオリ側もめんどくさい部分があるようですね。さあ現在リードはキャット側。さあ裏に回って、さあ意外にああいう細かいなんか相手のダウンした時に相手の裏に回るっていうのは、まあ、KF 大体のシリーズが裏向きダウンだとねリバーハイで逃げることができないので、そういう細かいところがやはりしっかりしてますね。まあそんなこと言ってる間に先方戦キャット側が取って、2番手裏キング、さあイオリが入ってくる。
距離をうまく取って、さあ寄川3ゲージ見ているが相打ち、あれは結構無印からも相打ち取れたような気がするな。さあここは金利にならなかったか、青い罠から C は当たらない。さあ固めが鋭い、勢いに乗る。くーこれはちょっと乗ってしまっているか。ジャンビータイク、さあ一気に大将クリスまで、マジか、これはでかい、約4割。さあ野瀬さんはまだ丁寧に見ている。うわー苦しい、まあ、ここを取れるかどうか。スラスラ冷たい勝負手に前転。さあ蓮見さん、ここで残るは SR さん残すのみが、これで人数的には5分。蓮見さん側は、おこれはお互いユリとクラウザーを置いて表クリスと裏マリー、さあ開幕ユリ対クラウザー、さあ開幕突っ込んでいったのはキャット側、ああしっかり屈伸している。さあ無敵投げ返して、うわあそこで当たる。さあ返していく、やはりここら辺はさすがですね。ああキャット側が冷たくあしらっているようには見えるが、見ていたが、さあ追い立てる、結構ここは冷たい。さあ裏回り、水液まで決めて、さあ蓮見さんもこううまく取り返していってますね。さあ強い、さあユリ側3ゲージ、くーこれは痛い。もう中段に行ったところを早めに止める。さあそしてクラウザー、うおーマジか、ただではやられない、一発返していく。あ追いついてきた、さあゲージをため直して、さあ強い、くっ死なない、あおお
これもいい勝負。ああそうですね、クラウザー的には1回入られるとやはりあのコパンがかなり面倒くさいことになるので、そうさせないようなこう技の振りがうまいですね。ああ、しかしこれはでかい。さあ、ある、これはある。さあ、技が漏れてしまったか、大将戦。さあ、内から投げていく。うわ、強い。 D 投げ通して、あ、さあ、いい勝負すぎる。外している。あ、いい打ち。さあ、我慢する。前転に投げ、リードは弾み、くっ、あー、なー、これは。さあ、わからない。時間も少ないが、あっ、うっ、あっ、ここぞのディレクション、勝負強さが光る。うわー、マジかさあ、キャットさんが粘り強く、ここで SR さん大将、さあ、アドバンスチーム逆転。さあ、お互い2キャラ選んで、最後がユリ。さあ、キャットさん側も、キャットさん側が裏ユリか。さあ、先方が、おお、お互い勝負に来てますね。クラウザー対ブライアン。さあ、これはもうどうなるか分かんないですね。さあ、開幕うまく屈伸で避けたのがでかく、一気に半分。はいえ、なんかもうはいえな。さあ、返していく。さあ、今度はターンが入れ替わったか。入ってきて、しなぎ外して、おお、相打ち。はいえな、途中のブライアンの勢いがすごかったですが、ここはなんとか止まっていく。2番手裏山崎。さあ、ここは SR さん側は、うわ、届いた。まあ、早めに仕留めたいところではありますが、甘えた行動は取りづらい。あ、うまく止めて。さあ、強い、ギャーッ、出ない、足払い返して逃げ、ジャンへ。ああ、この前だ、つえ、つらい、これはつらい。さあ、終わってしまうのか、大将表ユリ。さあ、かくらない。さあ、どうなるか。なんとか一発が欲しい。しかし硬い、なかなか入らせてもらえない。うまい、かくったか。中段ガード、おお、しかしまだ2枚、中堅が裏より。
あギャップさんゲージも3ゲージ。これは苦しいか。うわー、ここは強いキャット。まあ確かに一応まあとりあえずそうですね。これで、こうですね。はい、とりあえず 1P が M が残っていたのでそのまま 2P へ。これがエキシビジョンラストですね。さあ開幕は裏切りスタイより。ああダブルレップ剣、レップ剣、さあうまく超えるが潰して、さあシャンチーを潰して、うわーうまいな、飛びを通してまだ決まらない。あ抜けるが隔離はしない。うわ冷静だな。さあ受験が食らうぞ。うわすごいな今の。さあここはちょっと早かった。うん、さあすぐさま返していくのはキャット側、そして同キャラ、さあ開幕立ちと、さあ気がつけばゲージさも相まって状況はキャット有利。無敵投げからうわ打ってしまったか、ちょっと安かったか。引っ掛けてカット。あれも強いよな、あの引っ掛かっただけで結局2発当たってんのと一緒だからな。あ差し込んでいく、あ裏かこれ、あうまい、あ当てみとって、さあかなり静かな展開ではありますが、やはりクラウザー火力が高く徐々に体力が削れていく。D投げ通って炎がサネから、うわ決まらない。おおかくらないか、さすがに。さあ対象戦表対裏、まあ、これはまだありそうな感じはある。危ない、さあこれもまた非常にいい勝負、うまい投げが通って、ああさあガーキャン投げ通して、あぶね、うわー鋭い、決まらず。おお最後は空対空、 M が強い。
いいでしょうと。なるほど。いやー今宵もまた面白かったですね、いろいろあって。んじゃあ締めます。はい、第18かな9かな、KF98 ゲーム5枠戦後でお会いたいと思います。お疲れ様でした。